本日はお忙しい中ご来場誠にありがとうございます。並びにインターネット中継をご覧の皆様、お待たせいたしました。ただいまより新日本プロレスベストオブザスーパージュニア29の記者会見を始めさせていただきます。進行を担当します私、清野茂樹でございます。よろしくお願い申し上げます。さて、今年は3年ぶりの単独開催となりますベストオブザスーパージュニア、もう本当にジュニアヘビー級の祭典としてファンの間ではすっかり定着しております。リーグ戦に出場する選手の生の声を聞く今日は絶好のチャンスとなりますので、どうぞ皆さんご注目ください。さて、選手登場の前にですね、まず、先日発表されました今大会の大会テーマ曲をご紹介したいと思います。はい、今流れてまいりました、話題の正体不明のアーティストブランクペーパーの新曲ハイレガシーが新日本プロレスベストオブザスーパージュニア29の大会テーマソングに決定しております。そしてテレビ朝日系のワールドプロレスリング6月7月度のファイティングミュージックにも決定しました。まあ、今回の楽曲もうこのために書き下ろした楽曲になっておりまして、もう本当にプロレスファンが聴けばですねニヤッとするような歌詞が散りばめられております。どうぞまあ大会とともにですねこのテーマソングにつきましてもご注目ください。なおですね、現状では配信リリースは未定となっております。このあたりもまた追って発表があるかと思われます。ベストオブザスーパージュニアとしては初の大会テーマ曲となります。こちらの楽曲も大会をどんどん盛り上げていきます。6月3日の最終戦まで、この大会のテーマソングどういったところで使われるか、皆様にもご注目いただきたいと考えております。以上テーマソングに関しての発表でございました。さて、それではお待たせいたしました、ここからは選手に登場いただきます。A、B、2つのブロックごとに登場という形になります。まずは A ブロックの選手の皆様から登場いただきます。それではご紹介してまいりましょう。まず最初は3年連続7回目の出場、2018年、2020年、2021年度の優勝、タイムボム高橋ひろむ選手の登場です。よろしくお願いいたします。今日も頑張ります。皆さん本当によろしくお願いします。張り切ってます。イエイ。はい、コメントはまた後ほどいただきます。ご着席ください。では続きましては17年連続19回目の出場、2012年度の優勝、IWGP ジュニアタッグチャンピオン、ファンキーウェポン田口隆介選手。はい、ご着席ください。続きまして2年連続5回目の出場、ダイレクトドライブ楊選手。お座りください。続きまして初出場、ワイルドライのクラーク・コナーズ選手。
座りください。続きまして2年連続5回目の出場、ヒールマスター金丸義信選手。お座りください。続きまして5年連続6回目の出場、 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン、ボーンソルジャー石森泰治選手。お座りください。続きまして5年連続5回目の出場、ネバー無差別級6人タッグチャンピオン、マーダーマシン翔選手。ご着席ください。続きまして初出場、インパクトレスリング X ディビジョンチャンピオン、ジ・イネビタブルエースオースティン選手。お座りください。続きまして初出場、ザ・ソースアレックス・ゼイン選手。最後は初出場、ノバファイアボールフランシスコ・アキラ選手。以上 A ブロックの10選手すべてが揃いました。いよいよ2日後に開幕を控えておりますベストオブザスーパージュニア。では今大会にかける思い、そして開幕を間近に控えた現在の心境など思い思い語っていただきたいと思います。中央にございます演台にて、皆様お話しください。それでは一人ずつどうぞ。まず先頭は高橋宏夢選手、お願いします。今年のスーパージュニア、非常に…おいおいおい、まさか…失礼いたしました。地声が大きなもので、マイクが入っていると勘違いしてしまいました。申し訳ございません、通り見たしました。それでは最初から言わせていただきます。今年のスーパージュニア、非常に熱を感じます。選手だけでなくスタッフの皆様の熱も非常に高く感じております。そしてなんとテーマ曲、あの今話題のブランクペーパーさんがまさかテーマ曲を作ってくださるなんて、非常に嬉しいです。
いやー、大会が始まる前から間違いなく盛り上がることが確定しているこのベストオブザスーパージュニア。でもその期待をはるかに超えてこそベストオブザスーパージュニアだと思っております。しかし、このまま普通に行ってしまうと、当たり前のようにこのヒロムちゃんが3連覇、そして4度目の優勝という前人未到の快挙を成し遂げてしまいます。それはどうなんだろう。あまりにも普通で、ファンの誰もが予想してしまう結果になってしまうんじゃないかと。そこで皆さんにお願いがあります。どうかどうか、 A ブロックの皆様、 A ブロックの皆様、高橋ひろむの3連覇、そして4度目の優勝を止めてください。よろしくお願いいたします。ストップマイビクトリー、ストップマイビクトリー。いや、図が高い。皆様よろしくお願いします。ヒロムさんの3連覇、そして4度目の優勝という前人未到の快挙を、どうかどうか止めてください。よろしくお願いいたします。ストップマイビクトリー、ストップマイビクトリー、yeah. Come on, stopMy victory, yes. Hey, come on. Hey, say, stop my victory. Hey, say, come on. Stop my victory. Hey, say, come on. Oh, yeah, oh, yeah. Yes, please. Hey, stop my victory. Come on. Hey, hey, come on. Hey, stop my victory. Stop my... もう大丈夫です。はい、もう大丈夫です。すいません、ありがとうございました。本当にありがとうございます。すいません、失礼します。これで以上でございます。まあ、皆さん、どうか。ひろむちゃんを止めてください。以上です。ありがとうございました。では、続きまして、田口隆介選手、お願いします。よろしくお願いします。今のヒロム選手の、スピーチで私スイッチが入りました。今年のスーパージュニアですね、私はですね、テーマは、ふざけない、真面目にやる、ケツは使わない、この辺で、ね、この辺のことをテーマにやってきたと思います。真面目にふざけてるとかそういうことじゃなくて、本当に真面目にやります、はい、一切のおふざけをなしで、初戦のヒロム戦から、全力でぶつかってきたと思います。そしてケツを使わない、ヒップアタックもこのシリーズは使わないで、いけたらなと思います。はい、ストップヒロムズビクトリーということで、今年のスーパージュニア頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございました。では続きまして、陽選手お願いします。ケオスダイレクトドライブの陽です。スーパージュニア、一試合一試合ベストで、ベストでいきます。以上です。ありがとうございます。では続きまして、クラーク・コナーズ選手お願いします。
お疲れ様です。あ、久しぶりですね。はい、あ、俺はクラーク・カナダ。俺はワイルド・ライノだ。 OK, imagine if I did the whole thing in Japanese. That'd be pretty cool, but that's all I got. I'm going to talk to you guys in English now, because that's the language I speak, and I think I can speak a little longer than Yo over here. I'm going to be honest with you guys. I had a whole speech planned out. I was in my hotel room thinking about what I was going to say. But when it came down to it, I'm going to speak from my heart. It seems a lot easier. The first thing I want to talk about is I want to thank the Japanese fans for having me back in Japan. I'm so excited. You guys are the best part about Japan, and I can't wait to see you guys on each and every stop on this tour. 俺はみんな、oh, I had it written down before. 俺はみんなに言ってかったです。Uemura taught me that, so if it was wrong, it doesn't make sense, that's on him. Basically, I miss you guys, and I miss the Japanese fans in general. But the main thing I want to talk about is something that's been bothering me ever since I saw the match orders announced, and that is that I am not in a single main event this entire tour. I'm not in a single semi-main event this entire tour. I don't know why that is. I don't know if it's ignorance. I don't know if it's because people haven't seen me in a while. But if they want to, turn on New Japan World, look on New Japan Strong, and watch me as I've dominated that show. A show that has been built around me since its inception. A show that is going to lead New Japan into the future all around the world. A show which I'm a proven main event commodity on, and a show that I represent in this tournament. And most importantly, a show that has been better than anything going on over here for the past 2 years. So that being said, I'm not going to complain. I'm not going to bitch and moan about it. I'm more about action more than I am about words. So I'm going to do what I've done since I started in New Japan, and I started with the LA Dojo. I'm going to earn it. I'm going to beat each and every single person in A Block. I'm going to come through them and mow down everyone, trophy kill after trophy kill, on my way to winning A Block and on my way to main eventing at Nippon Budokan on June 3rd, where I'll win Best of the Super Juniors 29, and I'll show the world exactly why I am the best junior heavyweight in the entire world. As for the fans, I'm looking forward to seeing you all, and my message to you is simple and clear. For the next 3 weeks, let's get wild. Thank you. 最後に最初に日本語でご挨拶をしましたけれども、練習してきた日本語はこれだけだったので、英語で話したいと思います。が、ホテルでずっと何を喋ろうかということを考えてきました。でもやはりここで今、自分の心からの言葉を喋るのが何よりだと思ったので、何も読まずに自分の言葉を話したいと思います。まずは日本のファンの皆さんにまた巡業中に日本中で会えるのを楽しみにしています。本当に本当に心から私は皆さんに会えなくて寂しかったです。さ、ただ一つだけこのトーナメントについて気になっていることがあります。それは何かというと、私は一つもメインもしくはセミでのシングルマッチが組まれていないということです。これは私に対する無関心なのか、それともしばらく日本で私を見ていなかったからなのか、わからないですけれども、私がどれだけニュージャパンストロングで、圧倒的な強さを見せていたのか、そして、そのショーが日本のみならず、世界中でどれだけの反響があったのかということを考えれば、少しおかしいんじゃないのかなとは思っています。しかしながら、ここで文句を言っても仕方ありません。言葉で言うよりもアクションで自分が行動することに見せようと思います。LA 道場からここまで来ました。A ブロックの一人一人全員を倒す勢いでチャンスをつかみ取り、そして、6月4日、日本武道館で、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア29の、チャンピオンになってみせます。私が何ができるのか、そして私がなぜ
世界最強なのかをそこで見せたいと思います。そしてファンに一言メッセージがあります。これから3週間ワイルドになろうぜ。はい、ありがとうございます。ちなみに優勝決定戦は6月の3日でございます。はい、では続きまして金丸義信選手お願いします。まあ、今年も、ね、このメンバーたちきっと優勝狙ってると思うけども、まあね、俺には関係ない話で、まあ、そういうやつらの、まあ、足元を救ってやろうかなと、それしか考えてないよ。でそれと個人的には田口、この間の福岡でのあの柔らかい生温かいあのケツの感触は忘れてねえよ。お前がケツ封印、まあどうなるかな。そして次はアンダータイツ必ず履いてこいよ。ありがとうございました。では続きまして石森泰治選手をお願いします。まずは3年ぶりの単独開催、例年通りあった形のジュニアの祭典ができることを嬉しく思う。デイブロック、俺の天敵がいて、明らかにヘビー級なクラーク、ように破天荒なヒロム、それ以上に破天荒な外人 X ディビジョン王者、イタリア人青年に、最後はレンチに頼り切ってるアンちゃんが、ここを突破しねえと俺が決勝でやりたいと思ってるファンタズモ、また決勝に上がってこいって言ってるデスペ、それとなめたこと言ってるあの生意気な小さめマッチョメンエル・リンダマンとできねえからよ、うん、これは試されてるなと。チャンピオン石森泰治は絶対に優勝させないという会社の強い陰謀を感じるんで、そいつを俺がぶっ壊す、規定路線のジュニアをぶっ壊す、ありきたりなスーパージュニアをぶっ壊す、そして最終的にこのトロフィーもぶっ壊さないよ、いただく。ありがとうございます。では続いて翔選手お願いします。もうね、このメンバー見たら分かるやろ、もうろくなやつおらんや、もう全勝優勝余裕やね。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いてエースオースティン選手お願いします。My first opponent Clark over here, he made a good pointI also noticed that I'm not in any scheduled main events. Now, I know this is my first time in Japan. I know that this is my first time working with New Japan. But as a performer, I am unparalleled. There is not another like me, and I'm saying that as a fact. Now, it's easy to mistake my confidence for arrogance. Confident, yes.I am. Talented? Yes, I am. A three-time X Division champion? Yes, I am. But some people like to say that I am arrogant. Look, you can say whatever you want about me. You can think whatever you want about me.I am a lot of things, yeah.
But one thing that I am not is wasteful. I do not waste money. I do not waste time. And I do not waste opportunities. And this opportunity, this tournament, the best of the Super Juniors, is an opportunity that will not be wasted on Ace Austin. I am here to win. I am here to make a long-lasting impression, and I am going to do just that. You could wish me luck, you could, but I don't need it, because I make my own luck. And what you are about to see from Ace Austin will be unlike anything you have ever seen before. And that is inevitable.私の第一試合の対戦相手クラーク・コナーズもコメントしていた中で、なるほどなと思うことがあったので私からも言っておきたいと思います。私も、メインイベントにはこのトーナメント中一度も選ばれていません。それがなぜなのか私にも分かりません。もしかしたら初来日だから、新日本プロレスとの仕事が初めてだから、そういった理由があるかもしれません。しかしパフォーマーとしての私は唯一の無二の存在です。ここだけは間違えてほしくありません。そして自信と傲慢さは違うというところも覚えておいてください。私は自信がある男であり、傲慢な男ではありません。3回 X ディビジョンチャンピオンになり、そしてここまで来るためにも努力をしてきた男です。もちろん自分自身の傲慢さを、否定されることもあります。言いたい人には言わせておけと思っているので、それは勝手にしてほしいと思いますが、私は必ず何事も無駄にしない男でもあります。お金も時間も、そして与えられた機会も絶対に無駄にはせず自分のものにします。このトーナメントに出場を決まったというのは絶対無駄にはできない大きなチャンスだと思っています。ここには勝ちに来ました。そして、皆さんが忘れられないような印象を残すために来ています。まあ、とはいえ、私に幸運を祈ってくれてもいいですけれども、人からの幸運を祈られることなんて本当は必要ありません。なぜならば、私は自分自身で自分の運を切り開くからです。そしてその運を切り開き、皆さんに見せるその力こそがインエビタブルです。はい、ありがとうございました。続いてアレックス・ゼイン選手お願いします。Would you look at that? It's time for a little bit of flavor to introduce himself to New Japan Pro Wrestling in Japan. You may have seen me on New Japan Strong. In 2020, I should have been here at Best of Super Juniors, but unfortunately, the whole world came to a pause.But I'm here now, and I'm making up for lost time. One thing that you will notice about me is next to my name, I don't have some company I'm representing. I'm not here for New Japan Pro Wrestling. I'm not here for Impact Pro Wrestling. Next to my name, it says free. That means I got here representing myself.So while I'm making up for lost time, and while I'm making up for what could have been in 2020, now, 2 years later, I've come to Best of the Super Juniors to be the zest of the Sauce Juniors.So, New Japan Pro Wrestling, watch me do what I should have done in 2020 and get to the finals and take home this trophy
on my own. ついに日本の新日本プロレスに一つのカラーを見せるための見せる時間がやってきました。もしかしたら新ニュージャパンストロングで私のことを見た皆さんがいるかもしれません。2020年本来ならばこのベストオブザスーパージュニアで来日する予定になっていましたが、世界の状況もあり叶いませんでした。しかしようやく2年の時を経て日本に来ることができました。その2年という期間を穴埋めするためにも、そして自分の時間をしっかりと作り上げるためにも、この時間を大切にしたいと思います。私の名前の横には何の肩書きもありません。インパクトプロレス、新日本プロレスといった肩書きはなく、フリーと書いてあると思います。フリー、すなわち私は自分自身を代表してここに来ました。失われた時間の穴埋めをするために、そして2020年にやるべきだったことをここでやっていきたいと思います。何をやるべきか、それはてっぺんに立つこと。新日本プロレスの皆さん、自分がトロフィーを奪うところをしっかりと見ていてください。ありがとうございます。では最後にフランシスコ・アキラ選手お願いします。Buonasera a tutti. I come in this tournament as the youngest competitor this year. I'm just 22. I know I also come in as the less known among foreigner fans probably. And that's okay. And any of these guys, I never faced them before. I know they are talented. I know they are famous. And this makes me very excited.Makes me excited because I will be able to show them why I am the best Italian wrestler to ever exist. I'll be able to show them why I made history everywhere I went. And last but not least, why Will Ospreay personally choose me to join the UnitedEmpire. There's now, I just wish El Desperado was in my same blog because he was the guy that first called me out. But unfortunately, he's not. So I wish him the best of luck to reach the final where I'll be waiting for him and waiting to kick his head and burn it stupid.Mask. Io sono Nova Fireball, Francesco Akira, e io vincerò il Best of the Super Junior 29. To my opponent, well, you will see. Grazie a tutti. Arrivederci. Bruciare.このトーナメント最年少での出場になりました。知名度もなく、私のことを知らない人たちもたくさんいると思いますが、それは構いません。そして一緒に戦う選手たちが私よりも有名で、そして才能あふれているということも承知していますが、それこそが今の私を興奮状態にさせています。なぜならば、そういった選手たちの相手になぜ私がイタリアで最強のレスラーと言われているかを見せることができるからです。そしてなぜウィル・オスプレイが私を、ユナイテッド・エンパイアに直々に招き入れてくれたのかという理由もわかるでしょう。本来ならば私を対戦相手に呼びかけてくれたエル・デスペラードが同じブロックにいればよかったんですけれども、残念ながらいませんので、ファイナルに勝ち上がってくるのを、こちらもファイナルに勝ち上がって待ちたいと思います。そしてあいつのあのおかしなマスクを燃やしてやるよ、お楽しみに。でイタリア語でですね、ノバファイアボールアキラだ、ベストオブザスーパージュニア29で勝ち抜くのはこの俺だ、ブルチャーレと申しておりました。はい、ありがとうございました。それでは
代表質問の方を簡単にさせていただきましょう。初出場のクラーク・コナーズ選手、この2年間、新日本プロレスのジュニアヘビー級の戦いというのを日本のファンはよく知っていますが、外から見てこの2年間ジュニアヘビー級はどう見えましたか？あなたの印象を聞かせてください。 There's a question for Clark. So it's been 2 years. I think you've been watching this tournament from outside of Japan. And what's your personal impression about junior heavyweight at the moment here in Japan? Well, I think that this division is the best division in the entire world. Junior heavyweight, it doesn't matter. Anything that Shin Nihon Pro Wrestling puts out is the best in the entire world. But in terms of the guys, not only in my block, but in B block, I have just been sitting, my hands just waiting, ringing every time I watch you guys wrestle over here, because I know when I come over here, I'm going to beat the ever-loving hell out of all of you. I'm waiting to show everybody why I am the best junior heavyweight in the entire world. Because if you're the best in this division and you win best of the super juniors, well, that about does it. You are the best in the entire world.この階級だけではなく、新日本プロレスの中にある、ジュニアヘビー級、ヘビー級というのは、どこにも代え難い最高のものだと思っておりますが、特にやはりスーパージュニアは世界最高峰だと思っています。で、ここでもうずっと見ていた選手たちが顔を揃えているわけですけれども、この選手たちをずっと見ながら私は手ぐすね引いて、自分が戦えるチャンスを待っていました。でもちろん勝つこともそうですけれども、自分がそこにいるのに値する選手であること、そして自分がベストであるということをここで勝ち抜くことで証明できたいなと思ってずっと待っていた機会でした。ありがとうございます。以上代表質問とさせていただきます。そしてベストオブザスーパージュニア 29A ブロックの記者会見は以上で終了となります。選手の皆様一旦ご退場ください。ありがとうございました。まずは A ブロックの出場選手10名にご登場いただきました。今年はブロックを2つに分けて行われるリーグ戦でございます。参加選手が20名、大変選手がたくさんおりますので、ブロックを分けて会見も行っております。 A ブロックの選手は一度退出をしていただきます。この後は引き続き B ブロックの出場選手に登場いただく形となります。まあ、本来であれば初出場の選手たくさんいますので、いろいろと話を聞きたいところではあるんですが、時間の関係上制約がございます。ご了承ください。まあ、その分一人一人のこのスピーチの時間、もう存分まあ喋っていただきたいと考えております。さて、それでは続きまして B ブロック、まあ、B ブロックもですね、A ブロックと同じ10名の選手をお迎えする形となります。いよいよ2日後に名古屋で開幕を控えておりますベストオブザスーパージュニア。この B ブロックにも初出場の選手、さらにはチャンピオンベルトを持つ選手が登場いたします。では準備よろしいでしょうか。はい、それでは参りましょう。 B ブロックの選手の皆様登場いただきます。まずは3年連続3回目の出場 IWGP ジュニアタッグチャンピオン、ウェイトゥーザグランドマスター、マスターワト選手の登場です。お座りください。続いて4年連続4回目の出場、ザ・スナイパー・オブ・ザ・スカイ、ロビー・イーグルス選手。
お座りください。続きまして3年ぶり3回目の出場、天地無用のトリックスターティタン選手。お座りください。続いて7年連続10回目の出場、漆黒のデスマスク武士選手。お座りください。続きまして4年連続4回目の出場、ハポネス・デルマル同期選手。続きまして3年連続6回目の出場、ならず者ルチャドールエル・デスペラード選手。続きまして初出場、グレイト G レックスチャンピオン、グレートの強心臓エル・リンダマン選手。続きまして初出場、ウィーラー・ユータ選手。続きまして11年ぶり2回目の出場、パブリックエネミー TJP 選手。そして最後は2年連続3回目の出場、ザ・ヘッドバンガーエル・ファンタズモ選手。なんとか B ブロック選手が全員揃いましたので、開幕を控えた現在の心境、あるいは優勝にかける思いなど一言ずつ頂戴したいと思います。名前を呼ばれた選手は中央にあります演台でスピーチをお願いします。ではまずはマスターワト選手からお願いします。この度ね、コロナで去年とこの度やっとね、コロナで2ブロック制に戻ったということで、このことはすごく嬉しく思います。
そして今回 B ブロックには新しく初登場の選手とシングルで一回もやったことない選手が4名います。この4人に新しい刺激をもらって楽しんで俺が優勝します。そして全 IWGP ジュニアヘビー王座エルデスペラード、そして A ブロックにいる全ベストオブザスーパージュニア高橋ひろむには、そして石森太一、この3人には引っ込んでろと言いたいです。そして俺がベストオブザスーパージュニア優勝します。ありがとうございます。では続いてロビーイーグルス選手お願いします。I know I said last year, less than 5 months ago, third time lucky, right? Well, I wasn't so lucky. I got real close, but I just missed out. So this time, my fourth consecutive best of the Super Juniors. What I know is there's only 3 men in this B block that I haven't beaten before. El Linderman, TJP, and Wheeler Yuta. Yeah. So as far as I'm concerned, I know I'm going to beat the other 6 that I've already defeated before. So I just got to overcome those 3 when I face them in this tournament. And they'll find out what everyone else already knows, that one way or another, they all surrender to the sniper. ありがとうございます。では続いてティタン選手お願いします。失礼しました。先ほどの日本語訳をお届けいたします。少しお待ちください。あ、そのままで大丈夫です。どうぞ。失礼しました。昨年というか数ヶ月前のこと、俺はラッキーだというコメントをしましたけども、寸前のところで、チャンスを逃すということがあり、まだまだ運が足りないなと思っていましたが、今回4年連続4回目の出場になりました。そしてこの B ブロック対戦したことない選手が3人います。リンダマン、 TJP、 そして、ウィーラー・ユータ選手。他の6人はもうすでに戦って倒したことがある選手たちなので、この3人を倒せば余裕かなって思ってます。ありがとうございます。失礼しました。では改めてティタン選手お願いします。Hola, ¿qué tal, amigos de Japón? Para mí es un honor participar en Best of Super Junior 29. En este torneo vengo a entregar mis fuerzas y mi aprendizaje. En Japón es la 14ª vez que estoy aquí, que ya considero mi casa Japón. Y quiero darle las gracias a los directivos de la New Japan. Quiero darle las gracias a toda la afición de Japón y a ustedes los medios que me permiten tener estas oportunidades. Y no importando cuál sea el resultado, yo vengo a que la gente de Japón, toda la afición, se lleve algo de la esencia de Titán. Gracias a Dios que me permite tener esta oportunidad en Best of Super Junior 29. Gracias. ありがとうございます。では通訳お願いします。日本の皆様、私ティタンからご挨拶させていただきます。私にとって大変価値のあるベストオブザスーパージュニア29に参加できて光栄に思っています。この重要な大会に向け、最も準備ができており、私の力と積み重ねてきた経験を届けるために来日しました。14回目の来日に大きな熱意を持っています。そして日本は私の故郷だとも思っています。私の使命は結果はどうであれ最善を尽くすことです。ティタンは必要不可欠だと日本の皆さんの心に残ることを願います。私にこれらの機会を与えてくれた新日本プロレス会長、社長、すべての方々へ感謝申し上げます。ファンとメディアの皆さん、ありがとうございます。私の最善を尽くして戦います。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。では続きまして V 選手お願いします。今年のベストオブザスーパージュニアにエントリーされた以上は優勝を目指すのは当然の上で、このリーグ戦で借りを返したやつもねたくさんいるんで、そして初めて対戦する選手、まあ楽しみな部分もあるけれども、まあ今年は俺自身デビュー15周年、まあ、節目でもあるんでね、しっかりと体調を整えて優勝決定戦進みます。ありがとうございます。では続いて同期選手お願いします。ベストオブザスーパージュニアは俺にとって特別な大会だ。っていうのも、まあ、初めて新日本に参戦した大会がスーパージュニアってだけじゃなくて、こんだけの相手、こんだけの人数、こんなリーグ戦世界的に見てもないだろう。俺にとってはこのシングルのトーナメント、俺のイメージ、俺の印象を変えるいいチャンスなんだよ。俺はよ、この間の高田一マニアの試合で川西純、本間智明、お前らができないようななルールでやって、ああ自信ついてんだよ。お前らが休んでる間に俺は一足早く火つけさせてもらったからよ。俺のモチベーションはめちゃくちゃ高いぞ。アドレナリンドッパドバだよ。内容も結果も全部ひっくるめて俺が主役になる。以上、ありがとうございました。では続いてエル・デスペラード選手お願いします。まあ、いろんな選手が言ったと思うけど、まずは、試合の規模が元に戻りつつある、今回20人2ブロック制、非常にスーパージュニアとして、あるべき形に戻りつつあるんだなと、ちょっと喜ばしいなと。で、今回シングルのベルト持ったまんま上がってくれてる選手もいるし、君やしかもお前シリーズ中にタイトルマッチやるんだぞ。こんなイカれた選手なかなかいないよ。こんな人が来てくれてることも楽しみだし、ユータとか TJP とかな、まあファンタズモンも一応そうだな。海外からの注目度が高い試合、これがいっぱい入ってる。これも楽しみな、非常にいい刺激だと思ってるし、俺自身もモチベーションになる。これだけのメンバーが揃ってる中で、そうですね、俺と石森とヒロムね、それのことを引っ込んでろと、その後何を言うのかなっつったら、俺が優勝します。まあまあそりゃそうでしょ、みんな優勝目指してんだから、引っ込んでろって言うんだったら引っ込ませてみなさいよ。お前がポンコツだから俺たちのこと引っ込めてらんないんでしょ。違うかい。おうようやくちっとかおしゃべりできるようになったじゃないの。まあこういうふうにですね、モチベーションの高い選手もいっぱい出てきてる、楽しみですの中でですよ、刺激をもらったとか、もう一足先にスイッチが入ってるだとか、アドレナリンがとかザー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 言ってますけどね、ペロス・デル・マル出身で、あろうことか試合に負けたからって、それで3年前と同じカマセイヌだったと、俺たちと3年間も一緒にやってて何の成長もなかったっていうことを自分で言ってるバカがいましてですね、これが非常にムカついてまして、このシリーズにわざわざ入ってくる必要あんのかと。おお、なんだ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 、俺のおしゃべりの。なめてるか、この野郎。てめえだもなめてんだ、この野郎。おい、3年間俺たちと一緒にやってて、何がよ、この野郎。おい。
かる、楽しみにしてる。Slap him, Doki! Stop, stop! Slap him! Stop, stop, stop. I don't give a fuck. Fight! Doggo! Slap him, Doki! Little pussy! なあ、ペロスってあれだろ？ペロスデルマル、悪い犬だとか野良犬だとかそういう意味じゃんよ。俺はペリトさんのこと尊敬してるから名前はいいと思うよ。そこでお前がカマセ犬だとか、ここにもう一個乗っけてやるよ。どうせ負け犬なんだこのシリーズで。言葉遊びっつうのはこうやってやろうぜ。曲がり？楽しみにしてるよ。失礼しました。ありがとうございました。では続きまして、エル・リンダマン選手お願いします。どうも、グレートストロングハーツのエル・リンダマンでございます。このベストオブザスーパージュニアエントリーされたことを非常に嬉しく思っております。それもデスペラード選手が 1.4 東京ドームの試合の後からずっと声を上げてくれた、本当に感謝しております。ありがとうございます。そして新日本プロレスさんにも感謝。もちろん今僕はグレートという新団体のチャンピオンであるわけですけれども、ある程度のリスクを背負ってこの場に送り出してくれたグレート、グレートという会社、新日本プロレス、デスペラード、本当に感謝してます。ありがとうございます。選ばれてあることの恍惚と不安、二つともに我にあり、まさにそんな心境でございますが、160センチ70キロ運動神経ゼロ、体育赤点、偏差値30、そして新日本プロレス練習生募集書類審査落ち、こら、まさに選ばれざる者の典型であるこの私がここに選ばれてここにいることに何か意味があるんじゃないかなと思っております。新日本プロレス以外で切磋琢磨してきた選手関係者、そして応援してくれた新日本プロレス以外のファンの皆様の気持ちを勝手に背負わせていただいて、このベストオブザスーパージュニア爪痕を残していこうと思います。この新日本プロレスのリング上でグレートしようぜと拳を突き上げる、それを目標にやっていこうと思ってます。団体をチャンピオンを背負っている以上、もちろんこの大会全勝優勝が至上命題ではありますが、そんなに甘くないことはさすがに僕でも分かっておりますんで、ただこの大会が終わった後に新日本以外の価値、注目度が上がっていることを狙って僕は戦ってまいります。そして最後に新日本プロレスファン、そして新日本以外のファン、新日本プロレス以外の関係者、新日本プロレスの関係者、俺だけ見てりゃいいんだよ。おい、準備はいいか、拳の準備はいいか、行くぞ、みんなでグレートしようぜ。ありがとうございました。Guys, that was a good promo. Good promo. Enthusiasm. Good excitement. 素晴らしい。セラムネジュ。やわきじゃ。わあ。ありがとうございました。では続いてウィーラーユータ選手お願いします。First off, I'd like to thank New Japan Pro Wrestling and AEW for allowing me to be here.
You know, with all the struggles of the coronavirus, this was a dream I never was sure if I'd be able to accomplish, so I'm really excited to be here. But of course, I know this is not a victory lap. This is not all sunshine and rainbows. This is the toughest junior heavyweight tournament in the world. I'm surrounded by champions and former champions, but I myself am the Ring of Honor Pure Champion. I have found new mentors in Bryan Danielson, Jon Moxley, and William Regal, all names that New Japan fans should be familiar with. And they've unlocked a violent side, a vicious side that I didn't know existed. I didn't know I had. And what better way to test it than here in the B Block in Best of Super Juniors? Thank you. まずは AEW と新日本プロレスにこの新型コロナウイルスが収まらない中、私を招いてくれたこと、そして理解をしてくださったことに感謝いたします。今ここにいられることは大変、嬉しいことでございます。しかしながら、私はまだ夢を叶えたりですとか、楽しいことがあるためから来たわけではありません。このジュニアヘビー級最強、そしてどこよりも厳しいトーナメントが今待ち受けているわけです。しかし、ROH でもベルトを取りました。新しいメンターを得ることができて、自分の邪悪な側面を見つけることができた。その邪悪な自分自身をこの B ブロックの選手たち相手にぶつける、それが今は何よりも楽しみです。はい、ありがとうございました。では続きまして TJP 選手お願いします。I'm not going to thank anybody for this. You know who this is? This is Máscara Dorada. And he can't be here today because he's scared of me. But this is a warning to everybody else in the Best of the Super Juniors. I'll take all of your masks too. Take Robbie Eagle's stupid monocle. I know I'm in a room full of the best juniors in the world, but that's not enough. Last time I beat Dorada, who is one of the best juniors in the world, I was in a tournament just like this. You know who else I beat? Kota Ibushi. You heard of him? Any of you guys beat him? Didn't think so. And after I go through the best of the super juniors, I'm going to add IWGP Junior Gold to the Empire. I've been an X Division champion. I've been a Cruiserweight champion. Any of you ever done that? Didn't think so. And you know what? I think I'm looking at the first one that I'm going to take right now. So don't get too comfortable with that. What do you think of that, you fucking smurf? Nothing? That's what I thought.俺は誰にも感謝なんかしません。このマスクなんだかわかるか？これはエルデスペラードのマスクだ。彼は俺のことが怖いもんだからここには来られないらしい。このマスクを取ったとき、俺はエルドラードのマスクを取ったとき、俺は誰と戦ったかみんな知ってるかな？イブシコータとも戦った。みんな彼をと戦って倒したことある？ないでしょう。なのでこのトーナメントではみんなのマスクを、そしてロビーイーグルスからも引っぺがしてやろうと思っている。そして何よりも IWGP ジュニアのてっぺんになりたいと思っている。俺はクルーザー級でもチャンピオンになったことあるし、それもみんな達成したことないことだよね。なのでそのベルト似合ってないから俺がもらっていい？ありがとうございました。では最後はエルファンタズモ選手お願いします。 About fucking time! Let's go! You all ready for the main event or what? Nah, that's fine. Nobody gives a shit. Just like I don't give a shit about what anybody had to say up here. I'm gonna keep this short and sweet. I stayed when everybody left. That means I've earned Best of Super Juniors. And then at Dominion, I'm gonna wrestle my tag team partner,
Taiji Ishimori. Bullet Club's cutest tag team's gonna implode. I'm gonna become the new IWGP Junior Heavyweight Champion. And I'm gonna make this promise right now. I'm gonna take that title and I'm gonna go into the G1 as champion. ついにこの会見のメインイベントだ。まあでもそんなことどうでもいいよね。俺もこの会見なんて本当にどうでもいいから。俺が日本に残ったその時に外国人選手はみんなこの国を後にしていただろう。だからこそ今回ベストオブザスーパージュニアのスポットに俺が入ることができた。ドミニオンではタッグパートナーの、石森大二とバレットクラブのキューテストタッグチームとしても、勝ち取るものがあると思うし、今は IWGP のヘビー級のチャンピオンとなり、そして G1 にチャンピオンとして出場したいと思っています。はい、ありがとうございました。それでは代表質問、時間がすみません、かなりオーバーしておりますので、もう一つだけということにさせていただきたいと思いますが、先ほど話途中になりましたが、では同期選手反論の機会を差し上げたいと思いますが、何か言いたいことございますか。デスペラードはさっき言った通りは別れるマットがそれだけだ。ありがとうございます。では以上をもちまして B ブロックの記者会見は終了とさせていただきます。選手の皆様ありがとうございました。それでは一度ご退場ください。B ブロックの選手の皆様ご退場ください。このあと A ブロック、B ブロック合わせた全選手の記念撮影を行います。準備が整いますまで今しばらくお待ちください。ステージ上準備が整いますまでお待ちくださいますようお願い申し上げます。さて開幕を2日後に控えまして、まあ、出場選手それぞれの主張というのを聞くことができました。少しこう荒れた展開なんかもございましたが、まあ、この続きはリング上で、ぜひまあ戦いとして見せていただきたいと考えております。では全20選手が揃いまして、これよりフォトセッションを行いたいと思います。まあ、本当に3年ぶりの単独開催ということになりまして、選手はもちろんですがファンの皆様も今年は本当に楽しみに待っていたかと思われます。海外からの選手も多数参加いたしまして、そして初出場の選手がたくさん揃いました。非常に新鮮な顔ぶれが揃う形となります。一枚の写真に収まりますので、どうぞその瞬間というのを記者の皆様もしっかり収めてください。では選手の皆様どうぞご登壇ください。A、B、2つのブロック合わせまして全出場選手揃ってのフォトセッションを行いたいと思います。それではいかがでしょうか。揃いましたでしょうか。 A ブロックの選手揃いましたね。では B ブロックの選手もこの後ご登場いただきます。いかがでしょうか。かなりお待たせする時間が長くなってしまいましたが、 B ブロックの選手がこの後登場となります。2日後名古屋大会からスタートします今年のベストオブザスーパージュニア。話に出てまいりましたが、6月3日日本武道館で最終戦優勝決定戦を行う形となります。実に29年の歴史を誇る、まあ、ジュニアヘビー級の祭典、その頂点に立つのは一体誰なのか。長くそして、激しい戦いにどうぞご注目ください。さてそれでは B ブロックの選手にも加わっていただきます。
まだ一部揃ってないメンバーがいらっしゃいますかね。はい、それでは全選手が揃います。それでは報道関係の皆様、リクエストありましたらどうぞ。撮影の皆様、リクエストありましたらお願いいたします。大丈夫ですか。よろしいですか。はい、それでは写真撮影終了となります。選手の皆様、ご協力ありがとうございました。ではご退出いただきます。選手の皆様ありがとうございました。ベストオブザスーパージュニア29の記者会見以上をもちまして終了とさせていただきます。記者の皆様、本日の発表内容につきましてお取り扱いのほど何卒よろしくお願い申し上げます。繰り返しのご案内になりますが、いよいよ2日後名古屋におきまして開幕いたします今年のリーグ戦、6月3日の優勝決定戦まで、勝者の皆様もどうぞ新日本プロレスのジュニアヘビー級の戦いにご注目ください。では以上をもちまして記者会見終了となります。インターネット中継をご覧の皆様、長らくご視聴誠にありがとうございました。